前回ピートが海に毒を流したせいでサファイアベイが毒された。気をつけてスケイリーピートがこの一帯に毒なんだい。はみ出てる。アルビノ野生動物突然変異源 X 取得、あれか化学薬品を出したことによって新たな生物が生まれちゃったか。で、移動速度がマイナスされて脂肪ミネラルタンパク質の取得も減っちゃうと。During the 1920s, Sapphire Bay's pier was host to a collection of merry-go-rounds, wooden roller coasters, and fun houses. 毒。あれ、ひっくり返っちゃった。大丈夫。わあ、確かに透明度がこんな色だっけ、海。この毒だまりというか、ダメージ食らうね。こんな汚染された海泳いでられないぜ。俺は陸の上で生活していくんだ。エレクトリックかっこいいな。よいしょ、打ち直し。新しい海に来たぜ。途中何かにぶつかったような気がしたけども気のせいだろ。沈んでから狙いを定めて、よーし、いたたたたたたた。なんだ君は、シャチか。お、なんだ、オクラ。なんでオクラ。みんなここを流れる。怖っ。なんかちょっと、やあジョージ君。してそうだ。結構この中が入り組んでるね。さあ外に出たら、ここは水族館。いよい、くぐれ。そう、イルカにできて俺にできないことはないはず。なんてこった。しかし観客がいない。よく見たら観客いるじゃないか。なんでこんなにソーシャルディスタンス取ってんの。しかしこう規模としてはすごいな。よほどでかいイルカショーをやっていたんだな。お、シャノン補佐シムズ。悪いことレベルが上がったんで、ナウテのやつが放たれたぞ。ストレッチ大事だよな。女性か、可愛い顔の男性かな。そう、外したか。よいしょ、やったー、いただいた。デートしようぜ。ちょっとイルカショー一緒にやろうぜ。よいしょ。惜しい。オクラレベル35か。久々に歯応えのある敵が2つの意味で。やったぜ、ごっつぁん。黒と白と死、あと赤かな。かわいい、なんか血のこの跡が波紋がかわいい。なんかクマさんか何かの顔のようになっていた。あ、なんだこれ、歴代ホカゲ。キラークイーン、某4部を思い出しちゃうな。
決戦の場はやはりここか。The white and black attack. The orca. かわいい。ここのアイドルだったんだろうな。負けないぞ。俺だってこのサメ界のアイドルとして。むしゃむしゃ。もうこれ観客入れていいんじゃないか、お金取って。この2体のバトル、水中カメラで。あのハンターたちにさ、お、登ってきた、お前来れんだこっち。そうだよな、ちょっとピチピチってしてさ、ね、ゲイしたり餌もらったりするもんな。おいでよ、地上戦やろうぜ。ダメか、吹っ飛ばされた。横っ腹に。やったぜ、ボンヘッドを手に入れた。今では新しい芸を殺しです。それは芸というのか。そしてワンガンムか。端っこは見えない壁でもあるのかな、もしくはあそこになんかこれ以上進むなみたいな。ゲートのようなものがあるけど、ワンガン入った。お、進化がまだ先があったか。メガシャーク、肺活量が伸びたね。メガ、そしてヘッドが解放された。ボン、へえ、かっこよすぎる。霊気再臨。あー、最終段階まではいかなかったか。これ全部ボーンとかにしたら、ボーンフィン、ボーンボディで、ボーンテール。おー、進化段階を全部、うん、上げ切りたいね。かっけー。なんかポケモンにこんな顔のやついなかったっけ。さらに最終段階までアップグレードしたらよりガッチガチになってそうだね。ネット食い破れ。ダメか、ここから先は。なんとバリアが。神の領域であったが、プレイヤーにはどうすることもできない。